ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回はこちら、ユミデジの公式 Twitter の方に掲載されています最新のスマートフォン、ユミデジ A11 というモデルにつきましてご紹介したいと思います。現時点では、このユミデジ A11 はカミングスーンとなっており、まだ発売日など、スペックも含め明らかになっていないユミデジの次の最新モデルになります。ただ、一部の海外の通販サイトでは、 スペックにつきまして紹介されている部分もありますので、今回は現時点で判明しているスペックなどについてご紹介したいと思います。その前にまずはデザインの方からご紹介しておきますと、デザインはこんな感じ。これまでのユミデジのスマートフォンは、どちらかというと背面や側面が丸まったデザインを採用していることが多かったんですが、このモデルにつきましては背面もフラット、そして側面もフラットで、パッと見た感じ、 最新の iPhone 12シリーズのようなデザインとなっています。そしてこの側面にあるボタン、よく見るとわかる通り、指紋センサー内蔵タイプのボタンになっています。要は x p e r i a と同様、電源ボタンと指紋センサーがセットになったボタンとなっています。これまでユニジのスマートフォンの多くは、指紋センサーはこの部分、背面の中央付近に専用のセンサーが搭載されることが多かったんですが、このモデルにつきましては、 側面にに搭載されるタイプになります。もちろん、この種のセンサー、これまでも弓ジのスマートフォンには採用されたこともありましたが、どちらかというと弓ジのスマートフォンは背面に搭載されることが多かったので、今回は珍しく側面に搭載となっているようです。あと、背面につきましてはデザインもこれまでのものから大きく変わっており、これまで弓ジのスマートフォン、背面に印刷する文字というのは、主に規格関係の文字を印刷することがほとんどでしたが、 今回はそうではなく、大きくこのように、ビヨンドドリームスという文字が入っています。ですので、ボディだけではなく、全体的に見ても、この最新モデル A11 はかなりデザインに重きを置いたモデルになっているようです。カメラにつきましてはトリプルレンズカメラとなっており、まだこのカメラ、スペックにつきましては詳細明らかになっていませんが、後ほどご紹介しますが、海外の通販サイトに一部だけスペックが掲載されていますので、 それについては、この後ご紹介したいと思います。そして、このユミネジの最新スマートフォン、ユミジ A11 について掲載されているのが、こちら、海外の通販サイト、c a m b y c c というところです。こちらの方にもう既に価格も含めて掲載されています。では、このユミジ A11 の現在判明しているスペックですが、まず OS は Android 11、ディスペイにつきましては6.3インチ、解像度は 2340×1080 ドット縦長のディスプレイとなっています。この辺から推測するに本体前面の写真はまだ出ていませんがかなり驚愕く打ちでほぼ一面がディスプレイのようなデザインになっているものと思います。CP につきましてはメディアテックのヘリオ P90 カメラにつきましてはインクカメラの方が2400万画素背面のメインカメラの方が4800万画素となっていますおそらくこれはメインカメラですので 広角レンズが組み合わされているのではないかと思います。ただ、カメラ自体は先ほどご紹介しました通り、トリプルレンズカメラになっていますので、実際はこの4800万画素のカメラ以外にも何か他のカメラが搭載されるかと思います。そして、こちらのサイトの方には価格も掲載されており、199.99ドルとなっています。ですので、CPU がもう今となってはかなり古い、メディアティックのヘリオ P90 を搭載していたり、 若干最新モデルとしましては、デザインはいいものの、スペック的には少し物足りないところはありますが、何といってもこの価格ですので、日本円にして2万円ちょっとというところから考えますと、この辺の古い CPU を搭載するというのも特に問題ないのではないかと思います。なお、ユミデジの A シリーズと言いますと、ユミデジが販売しているスマートのラインナップの中でもエントリーモデルに位置します。せっかくですので、今回は、ここを最近発売された A シリーズ、 ユミエジ A9 Pro。そして、まもなく正式発表されますユミエジ A11. この2つのスペックを比較した結果もご紹介しておきたいと思います。今、画面に表示しているのが、そのスペックを比較した表になります。表の左側、緑の枠で囲っているのが、今回の最新モデル A11. そして、右側がすでに販売中の A9 Pro というモデルになります。それぞれのスペックを比較しますと、まず CP u は A9 Pro ではヘリオ P60 でしたが、 A11 ではヘリオ P90 になります。このヘリオシリーズは型番の最後の数字が大きいほどハイスペックということになりますが過去に自分がベンチマークを行った結果ですと P60 も P90 もそこまで大きなパフォーマンスの違いはありませんでしたので処理性能としては同等と考えていいかと思います。メモリー周りにつきましては A9 Pro では6ギガ128ギガとなっていましたがイメージ A11 の方は まだ現時点では、ラムやロム容量につきましては明らかになっていません。ディスプレインにつきましては、両方とも同じ6.31の 2340×1080 ドット。カメラにつきましては、現時点で明らかになっている A11 のメインセンサーが4800万画素ということですので、この辺は A9 Pro と同じになっています。トリプルレンズカメラが搭載されるということですので、おそらく科学から考えますと、この A11 にも、 広角レンズのほか、超広角、そしてマクロレンズが搭載されるのではないかと思います。インカメラにつきましても、両方と同じ2400万画素。バッテリーにつきましては、A9 Pro が 4150mAh でしたが、A11 の方はデザインが刷新され、かなり薄型のモデルになっているようですので、バッテリー容量少し減るかもしれません。オーヒスにつきましては、A9 Pro では Android 10でしたが、A11 では最新の Android 11が採用されます。 価格につきましては、こちらの A9 Pro の方は、現在の国内での販売価格ですが、21,969円。一方、A11 の方は、こちらは海外の価格になりますが、22,000円程度ということですので、実際には A9 Pro よりも A11 の方が、国内モデルとして発売された場合の価格を比較しますと、数千円は高くなっているものと思います。現時点では A11 Coming Soon ということですが、 先ほどの公式ツイッターにこの A11 が掲載されたのが4月中旬頃ということを考えますとおそらく5月には海外では発売がスタートするものと思います現在まだ明らかになっていないバッテリー容量だったりカメラだったりメモリ周りについてですが科学的には国内モデルで比較すると若干値上がりするとはいえほぼ近い科学体の製品ということを考えますとメモリ周りのスペックも A9 Pro と ほぼ同じ、6ギガ128ギガになるかと思います。またカメラにつきましても、やはりこの価格ですので、望遠レンズが搭載されるという可能性は低く、A9 Pro などと同じように、超広角マクロ、そして現在明らかになっている4800万がその広角レンズ、このぐらいの組み合わせのトリュフルレンズになるかと思います。ですので、スペック的には、一応 CP はよりハイスペックなヘリオ P90 になりましたが、 そこまで極端にスペックがアップしたというわけではなく、主に今回の A11、過去の A シリーズからデザインを大きく刷新したというような位置づけのモデルになっているようです。ここ最近のイムズニオスマートフォンは防水に対応したモデルなど新しいラインナップもどんどん発売しているものの、デザイン的にはやや古い印象を受けていた A シリーズ。その A シリーズが今回デザインが刷新されるということで、スペック的には 現行の A9 プ o と比較してそこまで大きくアップしていないようですが、デザイン面では大幅に変更がありますので、もし格安のスマートフォンでもデザインにこだわりたいという方の場合は、この A11、おそらく国内でも発売されるかと思いますので、発売されましたら購入を検討してみるというのもいいかと思います。ということで、今回は、ユミネディが公式ツイッターの方で予告しています、こちらの A11 というモデル。どういうモデルになるのか、 現時点で判明しているスペックだったり、海外での価格などをご紹介しました。なお、現在、ユミデジで販売されていますスマートのン、販売ページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方に貼っておきます。そちらも興味のある方、概要欄の方からチェックしてみてください。また、この A11 につきまして、ユミデジの方から正式に発表がありましたら、現時点では明らかになっていない、詳細なスペックなどにつきまして、改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンと、 チャンネル登録よろしくお願いします。